皆さんこんにちは。今日はですね、こちらの商品をご紹介していきます。富士フィルム XF8mmF3.5 新商品でございますよ。こちらを本日はご紹介していきたいと思います。いやー、待望のですねレンズの画角1桁台、富士フィルム純正レンズとしては初登場ということになります。フルサイズ換算では 12mm ということで、非常にですね超広角レンズということで登場してくれました。最初ですね、まあ、8mm というこの画角を聞いた時に、あ、魚眼なのかなって思ったんですけど、今回は魚眼ではなくてですね、左右の歪みを最小限に抑えた超広角単焦点として作ってくれたこのレンズとなっております。なんといってもこのサイズ感ですよ。このコンパクトさ、片手で収まってしまうぐらいのこのコンパクトなサイズ感というのがめちゃくちゃいいっすよね。この質量というのが 215g ということで、ものすごくコンパクト設計で、そして軽いんです。富士フィルムというのはカメラがね APS-C のカメラに対応してるわけですから、ボディもコンパクトですよね。小さな、そして質量の軽いカメラにしっかりとマッチしてくれるこのコンパクトサイズの設計というのも非常にありがたいなっていうふうに思っております。そして今回はですね、レンズフードも付属になっていますけれども、レンズはこのように花形フードが付いているわけですね。この花形フードですからですね、ホワイト系の時でもしっかりとフードをつけても周辺原光が起きなかったりとか、蹴られの部分も防げるような設計になってますね。フードをつけた状態で一度皆さんに見ていただきたいなと思います。ではですね、フードをつけてみます。こんな感じ、こんなフォルム感ですね。結構ですね、ワイドのレンズですからフードが大きく設計されているわけですけども、そもそものこのサイズ感っていうのがコンパクトですから、このフードをつけた時にちょっとこう存在感が増してかっこよさもあるんじゃないかなというふうに思います。これをですね、収納時ですね、逆向きに装着した時でもしっかりとですね、このコンパクトさっていうのを保ってくれて、フードは大きめな設計ですけども、それでもですね、カメラバッグに入れた時とかにガサバるようなサイズ感ではないんじゃないかなっていうふうに思います。レンズの口径としてはですね、62ミリ径になっていますので、比較的まあスタンダードなサイズ感だなと思いますし、このサイズ感の割にはレンズのフィルター口径というのは大きいですが、これはですね、ワイド系のレンズ、超広角レンズなので、この1枚目のねレンズが大きいというのはもうこれは仕方ないですけども、それをさらに62ミリに収めてくれたっていうところが、僕はですね非常にこのコンパクトさにこだわってるんだなっていうのを感じるレンズになっております。このレンズに関しては F 値は 3.5、 開放絞り値 3.5 という風になっていまして、 F2.8 とか単焦点の F2 以下とかっていう感じではないんですけれども、基本的にやっぱり広角レンズってあまり開放で撮るようなことって非常に少ないと思います。広角ですから開けた風景や情景を映すってことがほとんどだと思いますので、そういった時にはやはり絞り込んで使うってことが多いと思いますから、あまりこう開放値がね、なんで明るくないんだろうっていう風な疑問は僕は抱きませんでした。やはり 3.5 が開放ということはですね、もう 5.6 とか F8 ぐらいでも最高のパフォーマンスを出してくれるわけですから、非常に扱いやすいレンズなんじゃないかなっていう風に思っています。そしてですね、こちらのレンズなんですけれども、クリック機構ということでですね、絞りをカメラ側で操作することもできるんですけれども、レンズの手前のところのダイヤルで絞り値というのを変更することができるようになっています。このクリック機構なんですけれども、3分の1ステップでクリックをすることができますので、細かい絞りの設定というのもですね、カメラ側のダイヤルではなくってレンズ側で操作をする、このね、何とも言えないこのクリック感っていうのが結構たまらないですね。なので撮影をしながらレンズをこう回して絞り値を変えていくというですね、なんかこう撮影してる気持ちっていうのがより高まるような仕様というのも、今回のこちらの XF8mm にも採用してくれているというところが非常に嬉しいなというふうに思いました。さらに今回のですね、こちらのレンズは4000万画素対応ということで、 XT5 だったりとか XH2 とかですね、ああいった高解像度高画素機のカメラにも対応してくれてる設計ということで、こんなにも何回も言いますが、これだけねコンパクトな設計なのに、そこまで高画素なレンズに対応してくれてるっていうところが、さらに僕はね感動を覚えました。これめちゃめちゃすごいっすよ。なので
このサイズ感なんですが、中身は化け物ですよっていうことですよ。実際にですね、まあ、こちら非球面レンズなんかもレンズ群の中に入っていたりはしますけれども、その写りを実際に大戸先生撮ってきてみましたので、作品こちらご覧ください。はい、ということでですね、こちらの作品ですけれども、最短撮影距離がなんと18センチというですね、非常にこの最短撮影距離が近いということも、広角レンズは最短撮影距離短いということもありますけれども、今回もですね、こちらのコンパクト設計なのに最短撮影距離のこの短さというのも実現してくれています。やはりこの中央部分の水滴にピントを合わせていますけれども、こちらは F3.5 で撮影をしていますが、周辺部分のこのねボケ感、そして周辺にこう引っ張られていくような超広角レンズならではの臨場感っていうのも一緒に活かしながら撮影ができるというのも、このレンズの面白みだなというふうに感じました。こちらの作品ですけれども、やはりですね、こういった街中のスナップなんていうのにもすごくね使えるのかななんていうふうにも思いました。こういった路地裏みたいなところでですね、道路の左右どちらかに近づいて撮影をしてみる、これですね、レンズの先端と被写体のねこちらの右側の壁面のところの距離っていうのは5センチもなかったぐらいまで近づいてるんですけども、これだけの背景の空気感っていうのが出ます。ですからこのパースを出すっていうようなね撮影の仕方っていう時でもですね、より被写体に近づくことでよりこの空気感っていうのを強調するようなね撮影の仕方ができるのも、この8ミリの画角のおかげなんじゃないかなというふうに思いましたね。こちらの作品ですけれども、やはりですね、8ミリ広々と撮影してもよしですし、やはりこうやって近づいて植物を写してみるっていうのも非常にいいです。なるべくですね、レンズの歪みが出ないところのスレスレのエリアにこのアジサイのお花を持ってきてみました。そうするとですね、この背景までしっかりと写し込み、そして左上のですね、緑の葉っぱのところの背景が明るく白いんですけども、こういう部分の葉っぱの輪郭部っていうのは結構ですね、収差が出やすい、色にじみが出やすかったりしますけれども、そういったところもですね、きちんとこの輪郭の再現っていうのをしてくれてますから、こういったところもですね、収差を極力抑えた一枚が撮れたなっていうふうに思います。こういったですね、広角レンズというのは本当に広々と映りますから、明るいところ、暗いところ、周辺部分、さまざまなところに、まあ、気を配りながら撮影をしないといけないんですけれども、それもまた一つの楽しみでもありながら、そういったところに収差が出てるっていうのは、ちょっとね、撮影した後に残念だなとかですね、後からの画像修正で修正を加えるなんてことをしますけれども、そういった手間っていうのが本当になくですね、もう好き勝手にシャッターを押せるレンズだなっていう風に感じる一枚です。そしてですね、こちらは面白いフォルムがあったので、こちらは上を見上げて真下から撮影をしているような作品になります。こういう風にまっすぐな垂直が出ているようなフォルムを撮影するときっていうのはですね、それぞれの周辺部にですね、歪みがこう目立ったりしますけれども、ほぼこの歪みもなくですね、きちんとこのフォルム感というのを正しく再現してくれているなというふうに思っています。今回使っているカメラは XS20 という、ね、カメラになっていますけれども、おそらくですね、こちらの 8mm 対応のレンズ補正データというのも配信されると思いますので、音との相性というか、きちんとその周辺歪み、レンズの補正値っていうのもしっかりとやってくれていますから、魚眼のようにぐにゃっとしたですね、歪みというのが出ないというのも非常に嬉しいなというふうに思いました。やはり広角レンズというのは周辺に持ってくれば持ってくるほど歪みが目立ったりしますけども、そういった強い歪みだったり極端な歪みっていうのも極力抑えてくれてるっていうところも、すごく扱いやすいレンズだなっていうふうに感じた一枚ですね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうかね。今回のこちらの XF8mm、 大戸先生ね、超広角レンズ大好きな人としてはですね、すごくありがたい、嬉しい発表でした。このレンズはですね、本当にこのサイズ感なので、スナップ撮影にも良しですし、より標準レンズや今お使いのレンズプラスアクセントをつけるためのレンズとしては絶対持ってこいのレンズだと思ってます。初めて広角レンズを使う方でもですね、非常に扱いやすいレンズ、そして
持ち出しやすいというところが何よりもポイントです。やはりレンズって重いから持ってくの嫌だなとか、絶対使うっていう時だけしか持ってかないっていうレンズももしかしたら皆さんの中でもあると思うんですよ。レンズというのは一応持ってこうとかですね、せっかく持ってきたから使ってみようっていう風に思わせてくれるレンズの魅力であると思うんです。もちろん描写、サイズ感、そして自分の好みの画角、いろんな要素がありますけれども、特に最初の2つですね、サイズ感とこの写りっていうところをですね、これは皆さんの満足度にきちんと応えてくれるレンズだなっていうふうに僕は間違いなく確信を得ましたので、ぜひですね皆さんに使っていただいても満足ができる作品、そしてさらに作品の幅が広がるレンズなんじゃないのかなと思います。やはり皆さん富士を使っている方、レンズ交換式のカメラを使っている方でもですね、やはり途中途中でレンズを変えながら、レンズの効果を活かしながら撮影をするのがレンズ交換式のカメラの醍醐味だと思いますから、ぜひ皆さん広角レンズを使った新しい作品、新しい描写、ぜひ楽しんでみてください。ということで今回のですねご紹介しました XF8mmF3.5 佐藤カメラのオンラインショップからご予約受けたまっておりますので、ぜひ概要欄の方のリンクからですね佐藤カメラオンラインショップ行っていただきまして、ご予約していただければなというふうに思います。さあということで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。ではまた。